그래서 저도 좀 이렇게 헷갈리는 게 이게 정말 인간은 과연 정말 선한 걸까 아니면 악인 걸까 태어날 때 선할까 악일까 뭐 그런 그리고 인간 때는 생まれた 時から善なんだろうか悪なんだろうかっていうことを時々疑問に思います。그리고 이거는 뭐전 세계적인 문제일 수도 있을 것 같긴 한데 예전에 뭐 노동자와 자본가가 있더라고요. 어떤 서로의 갈등이라고 하면은 요즘은 노동자와 노동자들 가령 정규직과 비정규직 네, 뭐 그런 노동자들 간의 갈등의 문제가 있는 것 같아서 労働者同士の葛藤っていうことを考えて、この作品は、以前は経営者と労働者っていうものだったのが、今は労働者対労働者っていう、非正規、従業員と正規従業員の間の葛藤みたいなものに今は変わってきてるんじゃないかと。뭐 독일 속담에 이제 그 팔꿈치 사회라는 게 있는데, 내가 앞으로 나가기 위해서는 이렇게 팔꿈치로 다른 사람을 밀어야지만 그 앞으로 나갈 수 있다는 독일 말이 있는 그런 이제 뭐 속담 같은 게 있는데, 그 제가 이제 그런 물구나무 팔꿈치로 이제 물구나무를 서는 팔꿈치로 팔꿈치로 이제 물구나무를 서는 거죠. 이렇게 물구나무 이거 지금 이렇게 물구나무란 말이 거꾸로. 있어요. 네. なんかドイツの言葉でこう肘でこう人を押しのけて前に出なきゃダメみたいな話があるとかいうことなんですけど、そのドビルマンの一世よ。네, 팔꿈치 사회라고 그래가지고 이기주의 뭐 예, 自分が前で出なければいけない社会だっていう言葉があって、そのこう肘を使って逆立ちをしている労働者の姿。이거는 용산 철거민 그 용산에서 아까 죽은 사람들에 관련된 이야기인데. 그 한국에서는 결혼을 할때 이제 패물 들고 결혼식 바로 전날 이제 그 신랑 친구들이 전날에 네 이제 한국では 결혼식의 前の日に 신도의 親しい 友達가 こういうふうに 結納の 品を 신부의 家に 届けるという 風習が 이제 거기에는 예물이 이제 들어가 있는 거죠. 반지, 옷, 그다음에 뭐 어떤 服とか 指輪とか 목걸이 뭐 ものを 結納品として 그러니까 이 자본주의라는 거는 어떤 예물이 필요한 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 資本主義っていうのは何かそういうこうまあ貴重品とかそういう貴金属とかそういうものっていうのが必要なんだなと。그게 이제 사람이 될수 있는 거고, 뭐 아니면 환경이 될 수, 자연이 될 수도 있는 거고, 나무가 될 수도 있는 거고, 뭐 그런 것들이 예물처럼 던져 주어야지만 자본주의라는 게 계속 이제 나갈 수 있지 않나, 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다. そういうものっていうのが、まあ、資本主義社会では大事にされて、そういうものがないと成り立たないんだなっていう。一切の違ったんですよ。ね、もう、그런。感じる都合。ね。自分、腐敗しておこう。ね。で、その隣にこう手紙が貼ってあって、その結婚のための家を準備できなくて死んでしまったっていうその悲劇の新郎が運ばれてるっていう作品그리고 이거는 で、ちょっとまあ今本人は言ってないんですけど、その不動産が高騰して買えなくてっていうのがさっき言ってたその43のその古いビルを強制的に撤去して新しく再開発するっていう事件とつながってきている。그리고 이거는 뭐 다들 잘 아시겠지만 김연아 김연아 に扮した作品。좀 너무 광적으로 모든 뭐그 김연아 관련된 그냥 뭐 한국 사람들의 모습들이 좀 바보 같지 않나 그런 생각이 좀 들어가지고. 김연아に 관련 したこう韓国人たちの対応っていうのはちょっともうバカじゃないかと思えるぐらいちょっと盛り上がってて、まあちょっとそれをテーマに。おっとけバボ買ってん。뭐 그러니까 뭐 바보 같다라는 표현은 아니고
그스포츠선수가령여자분뭐노래뭐이런그리고굉장히좀강적으로이제신드롬같은게이제김연아에대해서있었잖아요그런모습들이이제월드컵지금또이제굉장히그런것들이주었고이게스포츠선수로바라보는게아니라어떤상업적인목적그다음에어떤그런것들이약간좀천박해보이는듯한느낌이좀저는개인적으로좀있어서まあ普通にこうスポーツがよくできるスポーツ選手として扱えばいいのにもうみんなのもう国中挙げてもう何か違う商業的な目的として何か見てるようなところっていうのがちょっとおかしいんじゃないかと思えてくる。まあ最近コーチの変わる変わらないとかでまたニュースになってますけど、なんかもう普通のスポーツ選手として扱わないっていうのがちょっと疑問だそうです。뭐이사진은뭐다설명을안드려도되겠죠네다설명안해도돼네이거는뭐새신랑한국에는이제결혼하면은결혼식끝나고그신랑친구들이이제신랑발바닥을때리는풍습이있는데그걸이제좀한국에서막결혼식이가終わった後にその新郎をこうやって逆さづりにして足の裏を叩いたりする風習があるんですけれども、まあ、あの全てやってるわけじゃなくてそういう風習があるところもあると思います。これは、韓国에좀관심있으신분은알겠지만뭐몇달전에이제서해에서천하남이배가이제군함에하나침몰을했잖아요해군이제군인이침몰을해가지고뭐북한의소행이다뭐추측하고뭐그런그리고지금여기입고있는이사람의옷은용산에서그죽었던다섯명들이이런옷을복장을하고이제시위를하다죽었는데그용그런내용을좀하고싶었어요그래서우정이라는뭐그오른쪽의人が着てる衣装がその용산で亡くなった5人がまあこういう格好をしてあの取り壊しの人たちと戦っていたということでそれを服装を再現してる。한국아이고자꾸자꾸한국풍습이나와서그런데이제한국에서죄를지면은네이렇게멍석에다말아서때리는네네昔韓国では罪を犯した人をこういうふうにすまきにして棒で叩いたりとかするっていう刑罰があったそうです。그래도그사람은왜반대를하고있어요어려워요 아니뭐어려운건아니고그냥상상하시는게나을것같아요그답을네들으면좀너무단순해질것같아가지고이거는그냥전부설명しちゃうとちょっと面白いのがなくなるかと思ってよく見るとなんか人が後ろ向きだったりとか今見てたすまきの人の後ろで仮面つけてる人が前後ろ逆に服を着てたりとかなんかそういう細かいところにちょっと不思議なものがあって。제 작업에 관심 있으시면 홈페이지에 들어오셔서 보시면 뭐 그 제가 못 보여드린 작업도 좀 있을 것 같고요 그 ぜひ 홈페이지を 見ていただくと まだ 見せてない 작品とか いっぱい 載ってるので ぜひ 見てください。그컨테이너시리즈는그요즘우리가살뭐이거제가한국이라고특정지진않겠지만전세계적인약간사실좀그이야기인데우리가살고있는곳이이런것이아닐까라는뭐좀그런얘기를좀하고콘테나시리즈와막한국가막모토になっている테마になっているものが多いんだけれども、でも韓国以外でもどこでも全世界でも私たちが暮らしている生きている社会っていうのは実はこういうものなんじゃないかっていう姿を見せたくて作っている作品だそうです。これは言えるでしょうか。はい、ね、はい、そうね。うん、分かった。これもチーム映画の何かよ。じゃあまあ大体今それで作品についての話をしたので、このあたりで質問がもしあれば質問をしていただいて。
それに応える形にしたいと思います。特になさそうですか。あ、はい、どう。韓国の中だけの、まあ、身近なその事件とか、そういう話があるんですけど、先ほど話したように、世界でも、まあ、いろんな事件とか起こってますよね。で、まあ、そういうのは今は情報量が非常に多いですよね。ですから、まあ、そういうものに刺激を受けて、また次はもっと世界のそういうものを表現するということは考えておかないと。그지금까지는그한국사회문제나사건들이작업으로만들어왔는데그앞으로지금그인터넷으로다른나라의문제나사건들도쉽게볼수있으니까 、네、 그런걸혹시작업에그그런것도있을까요라는질문에서작업좀앞으로바꾸고싶어가지고 、응、 작업좀앞으로바꾸고싶어가지고아그래요앞으로아이런사진이아니라이제좀다른것도좀바꾸고싶기도하고근데뭐이런사진이런작업같은경우에는너무이제직접적인이야기를계속하다보니까그것에좀약간제가이제좀약간지루한느낌이있어가지고직접적이지않은이야기를좀하고싶어서今ちょうど大きく作品を変えたいと思ってる時期で、多分こういう写真のスタイルから全く変わるかもしれないので、もう根本的に全然違う風になると思うので、今までやってきたこういう割と直接的な表現っていうのに今ちょっと飽きてきていて、もっと違う形での表現にこれから変わろうと思ってるということだそうです。ので多分そういう他の事件とかもうやらないのかもしれない。他にはこんな注文をすみません。で、じゃああとは直接とか私も通訳できる範囲でしますので、では今日はありがとうございました。では以上です。この番組で。パーティーに行かれると思いますので。